2020年8月13日、今日からお盆ですね。もうすっかり夏模様。はい、早速行ってみましょう。渡辺桃江の桃日記。改めまして皆様こんにちは、渡辺桃江です。はい、8月13日、あっという間ですね。桃日記先週知らない間にお休みしてました。すみません。はい、久しぶりな桃日記でございますが、皆さんもう夏休みでしょうかね。今週からは夏休み入ってるよっていう方多いのではないでしょうか。いやいや、お仕事だという方はお疲れ様です。はい、今日は朝私お墓掃除に行ってきました。6時半に起きて、いや6時半に家を出て、まあ、お墓は車で10分程度のところにあるんですけれども、朝ね、誰もいないと思って行ったら、なんということでしょう朝すごくたくさんの方がお墓参りされているんですね。びっくりしました。はい、皆さんがお墓参りをしているそんな中で、私はお墓を磨いてきました。夕方またゆっくりとお墓の前お参りをしていきたいと思っています。さあさあさあ、皆さん夏休みの方はいかがお過ごしですか。はい、今年のね、夏はなんか雨が降ったり暑くなったり、すごく落ち着かない夏でございますが、体調管理をしっかりしていい夏を過ごしてください。はい、先週桃日記をサボってる間といいますか、先週ですね、私は本当にたくさん楽しいことがありました。もう言ってしまえばコロナのこの字も忘れてしまうぐらい、いや忘れてないんですよ。コロナを感染しないように対策をしながら、本当にたくさんのところで演奏させていただく機会に恵まれました。ありがとうございました。まず8月2日ピアニスト川崎翔子さんとギャラリー倉織で、和の場所一つ倉響きというタイトルで約半年ぶりにコンサートさせていただきました。もうね、お客様を目の前にして久しぶりでしたから、本当に緊張しましたよ。はい、MC がたどたど桃日記でも喋れてないけど、いや本当に皆様の前でお話するのも久しぶりだったし、もちろん笛を吹くことも久しぶりだったので、どんな感じだったかなって、最初はなんか心落ち着かないままどんどん進んでいって、はい、でも無事楽しく終わりました。やっぱりお客様と一緒の空気感で、その空気を楽しみながら音を作る、ハーモニーを作り出していくことは、もうこの上ない幸せだなということを感じました。はい、ありがとうございました。そしてそのコンサートが終わってから落ち着く間もなく、今度は和太鼓奏者忍笛奏者代表狩流師匠の田村雄介さんとお寺でね、演奏させていただく機会をいただきまして、それのリハーサルもずっと月曜日火曜日水曜日ってもう3連チャンでやりました。はい、それで本番も迎えて、新たな新曲、2人で太鼓を叩くというのが私の夢だったんですが、田村代表に熱血指導をしていただきながら無事演奏をすることができました。いや、もうなんか練習をたくさんさせていただいたので、緊張というか本当心地よく楽しく落ち着いて本番は挑めました。またこれからその曲もどんどん深く発展深くやっていきたいなと思います。はい、そしてもう一つですね、実はテレビにも出演させていただきました。 UX のチームエコプロジェクトの中で、私の最近の出来事、そして緑と遊ぼうのミュージックビデオについて語る機会を頂戴して、この前収録してきたものがこの前の土曜日に放送になりました。もう恥ずかしかったです。もうたどたどもっとうまくいくようになりたい。ではまた来週。